喋ることできなかったんですけど、人が多くて、ずっと喋りながら歩きよったら、多分ぶつかったり、あいつ何人のことよなみたいな感じで変なみたいに見られそうやったんで、一応三宮神社西国街道、あとまあ居住地神戸港、とりあえずは動画の方を収めておきました。で、さっきの三宮神社の前で、まあ、事件が発生したということで、先ほど現場の方を見かしてもらいました。で、次はですね、神戸港がよく見える場所の方まで行きます。さすが大都会ですね。わけやわからん。そんでここがそんな滝善三郎さんの地元神奈川地区ですね、岡山市の北区にあるんですけど、小さな町ですね。最近も神奈川っていう地区来たんですけど、この滝善三郎さんのことを全く知らなかったんで、今回2回目ですけど来させてもらいました。この建物なんですけど、この辺の歴史資料館、博物館みたいですね。正面こんな感じですね、三つふれあいプラザ。多分資料館でしょう。今日日曜日なんで閉まってる感じがします。そこは日蓮宗のお寺さんがあって、中入りたいんですけど、シュートじゃないと入れんって舐めたこと書いてるんで、一生入ることはできません。とりあえずこういうのがあります。中がね、めちゃくちゃ綺麗みたいですね。一回見てみたいよな。ほら、神道以外立ち入り禁止って気取んなよって思うんだけど。ここですね、七曲神社でんかな。で、前もここ来たんですよ。で、この人のことよく知らんかったんですよね。この滝善三郎正信さんっていう人、本名が滝正信さんなんですけど、めっちゃイケメンですよね。神奈川城です。この地区の観光名所なんで、とりあえずは行ってみるんですけども、滝さんに関わるものがあるみたいなんで、とりあえずそれを見て、神社の方に向かいたいと思うんですけど、神社やたらと上にありそうな気がするな、これ。めんどくせえな。境内の中に滝さんに関わるものがあるって。あ、これか。滝善三郎、儀烈碑。そうなんですよ。ラスト侍なんですよ。これですね。滝善三郎の切腹の図。結構山の上にありそうなんで立ち去ります。七曲神社っていうのかな、名前があったのかどうか知らんすけど、神社に用はないんですよ。用があるのはさっきの滝さんのこれですね、儀烈碑ってやつ、あれに用があったんで、とっとと次の場所に向かいます。岡山雨降らんって天気予報だったんだけど、めっちゃ普通に雨が降ってきたんやな。まあ、山あいの町なんで仕方ないか。どうやらね、この
この中です。ちょっと試合前になってるところの中にあるみたいです。正面にあるこの建物なんですけど、これ東山西条って言います。だったっけ。ここから右に行ったらこの山の中に今度は小学校があるみたいなんで、なんか不思議な場所ですね。今日はどうやら焼かれる人がおるみたいですね。この間来た時はほんまに車止まっとらんかったんで焼かれる人おらんかったんでしょうけど、今日はいるみたいですね。仕事ありますね。全国制でどれ、もうちょい向こうっぽいな。どれな、これ困ったな。分からんけど、この先行ったらね、キリスト教の何とかさんのところのお墓にぶち当たるみたいなんですよ。そこまで行ったらダメなんですよ。どれだろう、これは。え、滝川って書いてあるな。え、じゃああれ滝川、あれ滝さんのもんな、違うな。どれだろう、これはもう地図見るしかないもんな。いいとこですね。ようやく見つけましたよ。大都会がよく見えます。これをまっすぐ行ったらこれです。滝さんのお墓ですね。滝善三郎さんのお墓どれかだと思うので、これが入り口でした。で、どれだろう、人んちのお墓なんでね、中まで入らんのですけど、どれかが善三郎さんのお墓だと思います。ここは滝さんのお墓ってことなんで、皆さんも知っといていただけたらと思います。すごいよね、この辺全部一帯が墓地なんですよね。ここだけじゃないんですよ。この正面の山の裏側もね、全部墓地なんでね。岡山こういうところばっかりあるんで、岡山の名物みたいなもんですよね。